モデルで、タレントの、みちょぱこと、池田美優、お笑いコンビミキが MC を務める、アベマのオリジナル恋愛、リアリティ一生、会えない恋の育て方から、遠距離恋愛のすべてから、が30日より3夜連続で配信される。同番組は、様々な事情を抱える、遠距離恋愛カップルから、会えない期間の愛の育み方を学ぶ、リモート恋愛ハウティーオーマニュアル番組。新型コロナウイルスの影響で、遠距離恋愛でないカップルもなかなか会えない日々が続いているが、遠距離恋愛カップルは、どのように会えない、寂しさを埋めているのか。また、会えた時の喜びを増幅させているのか。リモート恋愛の極意を学ぶ。このほど、収録後のオンラインインタビューに応じた3人。番組への感想を求められた、みちょぱは、この期間、会えないカップルってどうしてるんだろうって気になってた。それぞれカップルによって違う愛の育て方や、共通してる部分があって、めちゃくちゃ勉強になりました。遠距離恋愛に偏見のある子もぜひ見てほしい。こういう恋愛があるんだって学べる番組になってるとアピールした。一方で亜生は見どころはみちょぱちゃんの毒舌。ゲストの男の人に対してだからダメなんだよ。って、その子半泣きでしたよと暴露。これにはみちょぱもついついちょっと毒舌が出ちゃいましたねと笑っていた。現在外出自粛の日々が続いているみちょぱが生活リズムはぐちゃぐちゃです。寝るのが好きなんで平気で20時間くらい寝てる。5つくらいのゲームをやってますね。ずっとそれの繰り返しです。起きてる時間はほぼゲームですと意外な一面を垣間見せると、亜生も全部が逆転した生活になってる。朝8時くらいに寝て、昼の3時に起きて、ほんまにダラダラってやることがないから、1日が過ぎる。本気でダラダラ。どんどん人間がダメになっていく気がしていますと、それぞれの過ごし方を明かした。唯一の既婚者でもある、スバル星は、嫁とずっと喋ってるとした上で、二人で腕を噛み合って、歯型が何日まで残ってるか選手権をやってました。嫁が4日くらい歯が残ってましたねと、チンバトルの様子を紹介。亜生は、これ、文章になるの楽しみだな。これ絶対に書いてくださいね、とリクエストしていた。